はい、皆さんおはようございます。46日間チャレンジ行政手続き法完全制覇の16日目、入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。第16条について見ていくことにしましょう。聴聞の代理ですね。この聴聞の代理っていうのは、行政書士の仕事としてもあるので、少しね、そんな解説もしていこうかな、なんていうふうに思っております。代理人ということでね、この聴聞手続き、意見陳述の機会の中でもより慎重な手続きです。口頭でですね、基本的には反論をしたりとか、これなんでこんな処分が出るんですかなんていうことを行政の職員にですね、改めて説明を聞いたりとかすることができるという、こういう場を設けているわけですね。意見陳述の機会ということになってまいります。で、代理をすることができるっていう風になっておりますけれども、やっぱりね、例えば飲食店のオーナーのところに営業許可の取り消し処分が来るとか、まあ飲食店の営業許可の取り消しってよっぽど悪いことしないと出てこないとは思うんですけど、私に見ている中だと結構風俗営業の営業許可とか、産業廃棄物のですね、まあ、処理施設といいますか、収集運搬のところは私ちょっと扱ったことがあるので、この収集運搬のところの許認可のですね、取り消し処分とか、まあそういったものについては結構頻繁にあり得るんですね。あり得るんです。で、風俗営業の営業許可の取り消し処分が下る。で、そういった場合には公安委員会からですね、処分が出るわけなんですけれども、その時に聴聞手続きということで、まあ公安委員会からまあある意味呼び出しみたいなのがかかるわけですね。で、そこでその聴聞手続きに応じていろいろ議論するわけですが、やっぱりね、そういった時に、事業者の方としてはですね、ちょっと怖いじゃないですか。なかなか自分でですね、対応ができるかというと難しいところがあって、専門の人を呼びたい。で、例えばこういう場合に、まあ弁護士さんを呼ぶっていうのも一つは手なんですけれども、ただ、やっぱりね、弁護士さんも、その個別の行政法規、そんなに詳しいわけではないし、で、まあ、詳しい方もいらっしゃるんですよ、もちろんね。風営法にものすごく詳しい、精通している弁護士さんというのもいらっしゃるんですけども、一般的にはやっぱり行政手続きっていうのは、行政書士の先生の方が詳しかったりとかするんですね。で、行政書士の先生で、なおかつですね、個別法、ちゃんと法令を読み込むような先生だと、やっぱりね、そういった行政の場に出て、いろいろ反論をしたりとかするっていうのは非常に向いてたりとかするわけなんですね。で、この聴聞手続きなんていうのは、その行政書士の先生でも、まあね、自分のクライアント先から頼まれたら、まあ、やることっていうのがあり得るということになります。で、この代理人の手続きというのが置かれていて、そうやって聴聞手続きをまるっとですね、誰かに任すということができるという形になります。これはちょっとね、補佐人とかとはちょっと別の制度ですから、代理というのは、もうとにかく本人になり変わってですね、聴聞手続きの一切合切を任せることができると。こういう仕組みだということを理解しておいてください。第16条をちょっと見ていくことにしましょう。前条第1項というのは、これは15条、これは聴聞の通知でしたよね。聴聞の通知を受けたもの、聴聞の通知を受けたということは、処分の名当て人となっているわけです。不利益処分の相手方のことですね。不利益処分の相手方、が、同条第3項、公団の規定により、当該通知が到達したものとみなされるものを含む、同条第3項というのは15条3項ですから、公示送達の制度ですね。公示送達も、ほら、2週間掲示板にね、一定事項を張り出しておくと、通知をしたものとみなすと、通知が到達したものとみなすっていうのが、昨日やりましたね。15条第3項で出ていますから、そういったもの、要するに処分の名当て人となって、聴聞の通知を受けた人、この人たちのことを当事者と呼ぶんだと。ここで当事者の定義が出てきたわけですから、当事者イコール、この聴聞の通知を受けたものという書き方になっていることには注意をしておきましょう。は、代理人を選任することができるんだ。代理人を選任できるのは15条1項の聴聞の通知を受けた者、当事者なんだぞということがここでわかるわけです。16条の第2項です。16条の第2項です。代理人は各自当事者のため、聴聞に関する一切の行為をすることができる。代理人というのはもう委任契約をもらってですね、もう聴聞に関してのもう一切の権限を付与しますと。聴聞に関して、で、行政書士のこの先生にですね、全部任せますと、まるっと任せますと、こういうような形で、まあ、委任契約しますんで、その場合にはですね、一切の事項ができますよというふうに書いてあります。各自っていう書き方がなされていますけれども、要するにこれ、帳間の代理人というのは一人じゃなくて複数人がなることっていうのも予定しているわけなんですね。複数人がなっている場合っていうのも各自、当事者のために一切のことができるんですよ。帳間に関する一切のことができるんですよ。とこんな風に書いてあります。16条の第3項を見ていきましょう。16条の第3項は、代理人の資格は書面で証明しないといけませんよ。こういう風に書いてあります。これね、別にね、行政書士の資格の証明とか、弁護士の資格の証明って言ってるんじゃないんですよ。これ別に行政書士以外でも、聴聞の代理人っていうのは、やっていただいても構いません。やっていただいても構いません。行政書士法の第1条の3というところにはですね、確かに聴聞の代理権って書いてあります。これ2008年の改正で行政書士の権限として、入ったんですね。聴聞とか、弁明の機会の付与の手続きの代理人できますよっていうのが1条の、これ行政書士法ね。行政書士法、まあ試験では出ませんけど、行政書士法の1条の3っていうところに出てきます。で、ただ、行政書士法ってね、また、これは別途ね、合格した後とかに解説する動画とか、作ったりとかしますけれども、1条の2、1条の3っていうところなんかに行政書士のですね、業務が書いてあるんですが、ただ、この聴聞の代理っていうのは、いわゆるですね、法定外業務をですね、まあ、明確にするということで書かれている規定になりますので、何を言ってるかっていうと、他の人が、ね、要するに資格者以外の人がやったときに、じゃあ、行政書士法違反だっていうことで訴えられるかっていうと、そういう規定ではないんですね。まあ、非独占業務と、そういうようなですね、言い方をしたりとかするのが1条の3の規定になります。ね、行政書士法とかの、規定に関してはですね、これ業務やるときに非常に重要になってきますし、意外と最近やられる方、全然この職域について意識されてなかったりとかですね、コメントあるとか読んでない方多かったりとかするので、まあそれについては別途研修ありますから、ぜひそこでですね、勉強するということにさせていただいて、もう一度話戻りますね。ごめんなさい。16条の第3項になりますけれども、代理人の資格を証明するというのは、これはあくまで委任契約書です。委任契約書。委任状ももらってないのに、聴聞の代理したらまずいですよね。要するに相手方から頼まれてますよっていうことを委任状の形で証明してくださいというふうに書いてあるのが16条の3項ということになります。別にだからこれは行政書士の資格の証明書とかそういうことではないので、そこは注意をしておいてください。16条の4項を見ていきましょう。16条の4項は、代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならないと、こういうふうに書いてあります。これは何かというと、代理人として委任契約をもらってやっていたんだけれども、例えば、もうこの代理人じゃダメだというふうに思ってですね、解任された場合です。で、この解任したっていう場合は、あくまで、その代理人の人が僕は解任されたんですっていうふうに届け出るんじゃなくて、当事者の人ね、解任した当事者、処分の名当て人となっている人、この当事者が、書面で、その旨、解任したんですよっていう旨を行政庁に届けなければならないというふうになってます。主語が誰かっていうのが大事ですから、そこを間違えないようにしておいていただきたいなというふうに思います。16条の規定に関しては、この聴聞の代理ということで、出てきておりますけれども、行政不服審査法のところでも代理人の規定が出てきて、行政不服審査、審査請求なんかに関しても、行政不服審査法第12条なんかで代理人の規定が置かれていますから、この機会にですね、12条、行政不服審査法の12条も比較として、見ていただくといいんじゃないかなというふうに思います。じゃあちょっと最後にですね、この行政書士としてのこの聴聞代理っていうのについて少しだけ触れておきたいと思いますけれども、行政書士法の1条の3にはですね、このように、聴聞とか弁明の機会の付与に関しても、行政書士ができますよっていうのが2008年からですね、2008年改正でもって明記をされることになりました。もともと聴聞の代理とかっていうのは、行政書士の先生方が扱っていたんですね。というのも別に、法定独占業務とかになってませんから、まあ誰でもやっていいという形になってますが、まあ現場でですね、やっぱり行政手続きをやってる行政書士の先生がやるのが非常に好ましいということでやっていたわけですね。で、これ自体も法定外業務っていう形で、法定外業務っていう言い方するんですけどね、わかりづらいですよね。行政書士法には書いてないんだけど、行政書士の職域として含めましょうっていう、まあ関連業務みたいな感じなんですけど、ふわっとしてますよね。こういうもので一般的に認められてたんです、今までも。認められていたんですけれども、やっぱり、そんな法定外業務ってどこまでが法定外業務かっていうのは一般の人たちにはわからないですね。法律にも書いてないわけですから。従いましてね、一般の人から見ると、じゃあ行政書士の先生に本当にね、コンプライアンス的に頼んで大丈夫かなっていうのがわかりませんので、今回、2008年、今回といっても2008年結構古いんですが、2008年の改正でもってですね、付け加えるに至ったんだということになってまいります。またですね、特定行政書士の話なんかの機会でできればと思いますけれども、特定行政書士の制度っていうのもですね、これ2014年改正でですね、行政書士できております。不服申し立ての代理権が行政書士に付与されることになったぞっていうのがありますけれども、これとはまたね、聴聞の代理権っていうのは別の話なので、特定行政書士じゃないとなんかできないんだなんていうふうには思わないでくださいね。聴聞の代理っていうのは、行政書士じゃなかったとしても、やることはできます。特定行政書士の制度っていうのは、これは不服申し立ての話ですから、切り離してね、考えておいてください。実際の業務やり始めると、不服申し立てやるときにこの聴聞とかも関わってくるので、関連してね、いろいろ出てくることはあるんですけれども、ちょっと職域っていう意味ではですね、ちょっと分断して、ね、考えておかれるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、行政手続き法第16条について、説明をさせていただきました。今日もお疲れ様でした。最後ちょっと噛みましたね。